でしょう。ワクワクです。ですね。マスター、マスター、この前の恥ずかしいって気持ちについて質問なのです。この前クレハが言っていたのです。失敗を見られた時じゃなくても恥ずかしく思うことがあるって。それは普段の自分とは違う一面を見られた時だそうです。例えばいつもと違うコスチュームを着た時とか。この前マスターが私と一緒に寝っ転がった時に恥ずかしいと言っていたのは、そういう恥ずかしさなのですか？あ、でも、あれ？あの時、別に普段と違うことは何もしていなかったのです。やっぱりわからないのです。教えてほしいのです。マスターはあの時どうして恥ずかしがったのですか？なんで教えてくれないのですか？え、それも恥ずかしいからなのですか？もう私は頭がこんがらがってきたのです。恥ずかしいは難しいのです。でも諦めないのです。今日もマスターと一緒に寝るのです。そうすれば真実に近づけるかもしれません。マスター、ダメだとは言わせないのです。一緒に寝てください。ありがとうなのです。ではおやすみなさい。初めに